きなプリンだって。あるね。あ、インゴ飴がある。帰り。嫁入り、おいにそって。どこの人。人。あ、リンゴ飴これか。リンゴ飴すぐ帰りにね。帰り帰り。帰り。てか屋台出てたね。屋台出てんだね。そうね、お宿。綺麗だから作り直してんのかな。なんやろね。あ、あとヒューマー。ヒューマーあるね。ヒューマーあるよ、ヒューマー。ヒューマこれ帰り帰り。え、普通で食うんだったらおやつな。お抹茶セット500円で安いね。お茶菓子やとお茶菓子、普通のお茶やと250円だよ。安いね。ヒューマン付きやないか。もう帰り帰り。歩き疲れのほぐしところ。10分800円はお安い。大体1000円か。60分5000円、4800円、まあそのもやろ。うわ、すげえくらい。おじいちゃんおばあちゃんあんまりないね。ちょっと、中野うどん学校じゃない。名前昔は教えとったんかもしれない。あら、うどん屋並んでます、ことか。うどん屋並んでますな。でもさ、ちょっとうどん学校でかくねえか。ホテル？なんか宿泊があるんじゃないの？わからん。なんかさ、お茶の朝の食事するのほら。あ？いや、こっちの方がいいし。なんかさ、うちらの実家に。ね、さっき食っとく？じゃあ。買いとく？並んでないっていうのがポイントじゃない？こっちは美味しいの？そういうこと？わからん。わからん。そうだね。悪かないとは思う。聞いてみてください。豚皮？なんぼでも食えるこれは。どこか。なら。約800ドル。300円。素晴らしい。300円。空いたお席へどうぞ。空いたお席。スパクな。お兄ちゃんどこでも前のとこ座って。はいはい。はいはい。はいはい。動物？おお。違うやろ。ていうかこれ歩きにくい石やな。これ傘邪魔じゃねえか。いや、杖なんやろ。もういらんかもしれん。ちょっとこの石段ちょっと高い。